どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということでね、今日もやっていくんですけどね、今日はね、もうね、10月に入ったということでね、ドラフトのね、話をね、ちょっとね、していこうかなということで、まあね、そのドラフト前とかね、まあそのドラフトってなってくるとね、まあいろんなね、情報がね、まあ僕は結構入ってくる方なんで、まあだからね、やっぱそれについてっていうのと、まあ実際ね、この宗山くんね、昨日合流の話したんで、今日は宗山くんについてね、ちょっと具体的にね、話していこうかなということで。で、僕は、まあ、このね、賛否両論ね、あると思うんですけど、僕はね、これ、ね、宗山くんね、正直プロではね、結構ね、厳しくなると思ってるんですよね。だから通用しないんじゃないのかなっていうね、僕は思うんですよね。だからま、それのね、理由とか、まあ、そういうのね、具体的にね、ちょっとね、言っていくんですけど、まずね、この宗山くんっていうのはね、もうほんまに今ね、注目、もうこのドラフトではね、もう1位確定じゃんかってね、こう言われてるようなね、選手で。でね、ほんまにね、センスとかね、まあ、特に守備ですね、のうまさで言ったらね、ほんまにね、ピカイチでめちゃくちゃね、レベル高いんですけど、なぜね、今後ね、プロでね、厳しくなっていくのかっていうね、話をね、ちょっと具体的にね、していこうかなということで。まずね、これ分かっといてほしいのは、プロで通用すんのっていうのは、もう正直な話、めちゃくちゃね、難しいんですよね。で、まずね、それをね、大前提として、で、この宗山くんが、結構そのね、いろんなね、まあ、レベルの高いね、つながりの人とか、ね、いろんなね、人の話を聞いても、やっぱり言うのは、ね、この、まずね、バッティングがね、やっぱそこまでね、やっぱね、柔らかくないんですよね。で、やっぱ、怪我持ちっていうのも結構ね、難儀というか、あんまりね、評価ね、されてないところで、まあね、ドラフト1位とか、こうね、メディアがね、もちろん持ち上げてるんですけど、プロの、評価する球団とね、評価しない球団ではね、かなりね、差があるっていうね、話をね、ちょっと聞いてますね。で、この宗山くんのやっぱね、打撃フォームっていうのが、やっぱりなんて言うんですかね、フォーム自体に、やっぱりそのね、しなやかさとか、なんて言うんですかね、こう、なんて言うんですかね、高山選手っていたじゃないですか、阪神のね。で、この高山選手の例があったように、なんかね、こう自分のね、形っていうのがね、意外と定まってないバッターなんですよね。で、やっぱね、守備がうまいっていうね、だけで、やっぱね、その打撃で、まあ、やったらその、ね、3割近くをね、こう残せるかって言われたら、やっぱね、僕はね、厳しいと思うんですよ。で、それはなんでかっていうと、やっぱりね、特にね、いいピッチャーからの打撃とかを見ると、やっぱね、そこまでね、やっぱその、しっかり打ててるようなバッターではないんですよ。まあ、率は高いんですけど、ね、ほんまにその、プロの、やっぱりね、一番ね、トップレベルでね、活躍してるような選手に比べると、やっぱ僕はね、結構落ちると思うんですよ。で、これ分かっといてほしいのは、このね、内野手で、やっぱりこのね、試合を出続けるって、やっぱり、ね、めちゃくちゃね、難しいんですよ。だからね、評価ね、してる球団とね、してない球団とかが、結構こう、分かれとって、でね、どこですか？広島か。ね、カープとかね、この広陵出身やからね、取るんちゃうんか、ドライチで行くんちゃうんかとかね、こうね、いろんなね、話とかをね、よくね、聞くんですけど、なんか、ね、僕はね、それはね、ないっていうね、話の方が、ないと思ってて、で、逆に、このね、選手をね、取りに行く球団っていうのは、ほんまにね、内野部族の球団からはね、人気ですけど、やっぱり実際ね、内野がね、埋まってるチームからするとね、そこまでね、評価されてないっていうのがね、この宗山くんのね、現状かなと。で、やっぱりね、この鳥谷選手とかとね、やっぱ一緒みたいな感じでね、レベルのね、高さ一緒みたいな感じでね、こう言ってる人が多いんですけど、やっぱり全然ね、それは違うくて、で、じゃあなんでじゃあ宗山選手ってあっこまでね、評価されるのかってね、言うと、やっぱり僕が思うにはね、やっぱね、守備のね、やっぱね、しなやかさなんですよね。で、やっぱりその守備のレベルと、あとね、芯がまだ細いんで、伸びしろとかいう面で見ると、やっぱりね、こう、レベルがね、高いなとは思うんですけど、ほんまにね、僕はね、今年はね、この宗山選手っていうのはね、過大評価されすぎやなと、思ってます。だって、ね、プロの2軍レベルのショートで、
こうね、僕が知ってる選手とかをこう上げても、やっぱりこの宗山くん選手レベルの、レベルっていうのは結構おると思うんですよ。ね、それこそね、まだそこまではいかないかもしれないんですけど、あのね、去年の、上田西のね、横山君でした、オリックスドライジで行った子とかね、で、なんていうんですか、だから僕が2018年の時にやっぱ一緒にやってた、実際にね、こう見とったね、内野手とこうね、比べてみたら、やっぱり僕はね、そこまでこう光るもんっていうよりか、やっぱエグいなって思うもんはあんまりないんですよね。やっぱその守備がうまいなぐらいで、やっぱバッティングもいいんですけど、やっぱそのね、ほんまにバッティングいい連中、ほんまに、ね、バッティングいい選手がね、苦労するプロのね、世界で言うと、やっぱりそのね、トップっていうんですか、その割れっていうんですかね、やっぱりそのね、見逃し方とかもね、なんかそこまでね、やっぱそのプロのね、レベルお前に何がわかんねんってね、言われるかもしれないんですけど、まあね、でもね、あれですからね、じゃあね、イチロー選手以外はね、イチロー選手について話してあかんのかっていうね、話と一緒ですから、まあね、ただのね、ガヤとしてね、ガヤでもないですけど、やっぱり思うのは、やっぱ自分がね、見てきたね、選手の中ではね、やっぱりそこまでね、いいようには思えないっていうのが結構、リアルな話で、やっぱりそれこそね、僕その内野手とかで、えぐい選手って結構見てきたんですよ。それこそね、大谷亮選手とかもね、やっぱその中学時代ぐらいから知ってますけど、やっぱりね、えぐいなとかね、やっぱその守備の柔らかさとか、やっぱそのね、花とかね、それこそ増田陸選手とかね、そういう選手とかもね、もう昔からね、見てますから、ね、そういう選手とかとこうね、比べると、やっぱりなんでね、ここまでね、騒がれてんのかっていうのが僕はね、ちょっとね、わからないなっていうのが僕の個人的な意見と、で、なんか、そのプロに入るまでだと、プロでドラフト1位とかで入っても、僕は結局ね、なかなか出れないのかなっていうのが、僕の中の意見ですね。やっぱそのね、あのメディアと、やっぱそのほんまの実力って、やっぱこれインフレ起こしますからね。ね、やったらもうネオ選手なんかもずっと出てますから、ね、だからその、ね、メディアにこうほんまに持ち上げられすぎてるんじゃないのかなっていうのが、今年の宗山選手なのかなと思います。でも実際に僕ね、そのね、生で見てね、やっぱエグいなってね、いう選手っていうのはやっぱりほんまにね、プロに行きますからね。だからその自分の名がね、すごいとかそういうわけじゃなくてね、まあそういうわけですけどまあそういうことじゃなくて、ほんまにね、やっぱ、あ、これちょっとレベル違うなとかね、やっぱ同じ内野手とか、ね、やっぱ同じね、野球やってたら、なんであんな飛ぶんやろとかね、なんであんな打球速いんやろってね、思うね、ちょっと、なんていうんですかね、理解が追いつかない選手っていうのはね、やっぱり、ね、プロになってるんで、だからそういう意味では、この宗山選手を見たときに、そこまでこう光るもんというか、そこまでじゃ何がえぐいねんっていうと、やっぱり、ね、守備だけですし、ほんなじゃあ守備なんて正直な話ね、田中美希也選手とか、ね、リューク選手もね、守備めっちゃね、一回ね、生でね、守備ね、チラッと見たことあるんですけど、やっぱね、取ってからめっちゃ速いですし、やっぱ上手かったですし、やっぱりだからそう思うと、ね、結構ネオ選手パターンで、やっぱプロではね、通用しないのかなっていうのが僕の中の個人的な、意見かなと、思いました。ほんまにね、プロのレベルってね、高いとかいう次元じゃもうないんで、ね、だってそれこそね、名門のね、1、3番、ね、名門のスター選手が集まって、そのスター選手が、ね、毎年毎年ね、こう辞めさせられるというか、クビになっていってる世界ですから、だからそういう世界のレベルで言うと、やっぱり僕はね、まだまだ、ね、その即戦力とかそのドラフト1位で取られるようなね、レベルじゃないのかなっていうのが個人的な意見と、ね、今年じゃあ逆にね、ドラフト上位なのは誰なんやとかね、ほんまに実力えぐいのはね、誰なんやっていうのをね、ちょっとね、僕は結構なんやかんやでこの世代とかやったら知ってるんで、ね、ちょっと後輩に当たったり、ね、社会人で言ったら僕の同級生がちょうど2年目でね、出てくるあたりですから、だからね、いろいろね、こう話せるというか、いろいろ実際ね、生でね、見たような選手もいっぱいおるんで、ね、だから誰がね、評価高いのかとかね、誰が課題評価されてるのかっていう、ね、話をね、ちょっとね、
具体的にしたいなと思いますということで、10月はドラフトを飛ばしていきます。それでは皆さんの聞きたい話あればぜひコメント欄で。それではお疲れ。